それではやっていきましょう。<music> まず最初の括弧1番。関数 fx イコール e のマイナス x の2乗。これを微分せよというのが最初の問題でした。合成関数の微分公式。それがちゃんと使えるかっていうのを確認しましょうということです。で、これ,これを微分するとどうなるかというと。 e の x の -x 乗そのもの、えっと、関数そのものとマイナス X の2乗を微分したものが出てくる、えー、だから答えとしてはここに書いてあるようなものとなります合成関数の微分公式をどのように適用してるか念のため説明しておくと、えっと、この関数のところのマイナス X の2乗のところを1つの塊と見る、まあ、例えば LargeX と思うわけですねでそうするとこの E の 上っていうのがあるけどえこれを合成関数の微分公式っていうのはこれを largex で微分したものと largex を smallx で微分したものまあ、このようになるよとあだからえっと e の −x の2乗っていうのかなえこれを smallx で微分するっていうのはだから塊と見たところをその塊と見た変数で微分するやつとその塊 と見たとたころを元の変数で微分,あの微分するとこういうことでした。まあだからこれを適用すると、まあ、ここに書いてあるようになるということです。で出来が意外と悪かったのがカッコ2番です。カッコ2番。e のマイナス x の2乗 ×x。えまあ、ここにこういう関数がある。まあ、先ほどの関数に x をかけたようなものです。でそれの不定積分これを求めてくださいということです。 で不定積分を求めるっていうのは何かというと、まあ、何か LargeFx という関数があってそれを微分したらここに書いてある関数になるようなものそれを全部求めてくださいというのが不定積分を求めるということです、まあ基本的な計算テクニックは置換積分であったり部分積分という、まあ、2大テクニックがあるんですが、まあ、それを使う以前にあの不定積分っていうのはもしも当てずっぽで この何か LargeFx の候補つまり何か関数があってそれを微分したらここに書いてあるものが出てくるのがあらかじめ分かったら答えはそれなんですね。目星をつけて答えが見つかったらそれで終わりなんです不定積分。で実は今回はカッコ1がヒントになっていてカッコ1をちょっともう一回書き直すと e のマイナス x の2乗これを微分するとマイナス 2×e のマイナス x の2乗と。 x、まあ、こうなってるわけですねでこれほとんど何ていうかのス2の部分を除くと何ていうか欲しいものにほぼほぼなってるわけですだからこれ両辺ス2倍してあげたらス2分の1かける e のマイナス x の2乗これを微分したら e のマイナス x の2乗かける x になるってこういうことがわかるからだからここに書いてあるこれですねここ。 これ,これが答えであるっていうのが、まあ、あっという間に分かるわけですね。求めたい不定積分っていうのはマイナス2分の1かけるここの関数と。であとまああの定数のズレがあるから、まあ、不定積分って言ってるから、まあ、不定性があるわけですねえ。つまり原子関数っていうのは定数をずらしたものもこれ微分したらここのところ結局消えちゃうから求めるものはこうなるということです。 積分定数のところは、まあ、書かない流儀もあるので、えー、書いても書かなくても構いません、えー、高校の時は絶対書けって言われてたかもしれないけど実はそうじゃない流儀もあると,、えー、っと定数の差は無視するっていうあの考え方もあるから、うん、ここは書いても書かなくても構いませんはいまあでもあの微分方程式とかを考える時はこれ必ず書かなくちゃいけないまあそれはちょっとあのまあちょっとここでは説明しませんはいで、まあ、このようにして何というのかな 不定積分、これはなんか当てずっぽで答えが求まる簡単なパターンだったんですね実は。で一応これ注意としては置換積分をと使っってて解いてる人も多かったです。置換積分、どの部分を新しい文字と考えるかなんですけどまあいろいろパターンがあると思うけどまあここだったら例えば x の2乗ここのところを一塊と思うとまあ新しい変数 t ととかまあ x でもいいけどこのように置いて置換積分しても構いません。 まあもちろん、えっと、x の2乗を新しい文字 t と置いてももちろん構いません。まあ、いろんなやり方があるかもしれないけど、えー、問題の意図としては、かっ1番の結果を使って求めましょうねということです。えー、しかも、かっこ1番を使うの方がいいのは、なんていうか、顕算にもなるからですね。なんか、時間積分やると、うっかり符号を間違えたり、結構意外とよくするから、あの計算間違いしてることもあります。だから、まあ、今回だったらこれですね。 これが出てくるけど痴漢積分してこれを求めた場合は念のため脳内でこれを微分したら求めてるやつになるのかなとこれになるのかなっていうのを、まあ、脳内でチェックしてほしいんですね是非と。でああなってるなってるちゃんと求まってるなと確認して次の問題に是非とも言ってほしいです。<laughs> 多くの人ができてたんだけど意外と正答率が低かった理由はこの不定積分何を迷ったか部分積分を適用してうまく解こうという人がいててそのようにすると大体解けない。 まあ部分積分を使って式変形するとより複雑な式に変形できる正しい結果なんだけど何ていうかより複雑な見た目のものが出てくることになって、まあ、うまく答えが求まらないということになって結局失敗しちゃうとえそういうことになってますで次行きましょうで残り括弧3括弧4なんだけど、まあ、極座標変換の話ですどうせなら二重積分特に極座標変換というテクニックのざっと復習するということもしたいと思います